がマインズか。名前だけは知ってたけど、来るのは初めてかな。ま、用事でもない限り来る機会もないだろうからな。そういえばノエルさんは結構マインズには来てるのよね。ええ、定期パトロールのコースにもなっていますから。そういえば特務支援課とはマインツ方面で縁がありますね。そういえばそうだな。軍用犬の事件や総員の探索で一緒だったか。そうね。嫌なことを思い出しちゃった。それでどうするの？早速町長さんを訪ねてみる？ああ、そうしよう。町長の家は町に入ってまっすぐ行った突き当たりになるな。任せてくれ。え、やれやれ。はい、任せてくれ。え、さて、はい、
目的地を選んでください。お安いご用、お待たせしました。あ、乗りますか。よし、やるか。うん、いい感じかな。Thank you.
失礼します。クロスベル警察特務支援課です。いや、君たち、わざわざすまなかったね。よう、しばらくぶりだな。皆さん、ご無沙汰しています。ガンツさんの方は体の調子はどうですか？ああ、特に後遺症とかもなく元気でやってるよ。本当にありがとう。改めて礼を言わせてくれ。元気そうで何よりです。それで急鉱山というところで魔獣が発生したとか？ああ、町の近くにある数十年前に廃校になった大昔の坑道なんだが、まあ立ち話もなんですし、そちらに座ってくださいな。今お茶を入れますから。封鎖されていた入り口の扉が破壊されていた。ああ、数十年前のものだが、とても頑丈な扉だった。それが何者かに壊されているのを町の人間が発見してね。2日前には異常がなかったから、多分壊されたのは昨日だと思う。まったく、ふざけたことをしでかす野郎がいたもんだぜ。気になりますね。それで中を覗いてみると、魔獣が徘徊していたと。でもまあ、昔の坑道跡とかなら魔獣がいてもおかしくないよね。いや、そうじゃないんだ。おかしいと思ったのは坑道そのものでね。坑道そのもの？なんつうか、ぼーっと光ってるんだよ。壁そのものが赤紫色の光に染まっているというか。それは確かに不気味ですね。数十年前の行動となると、動力灯もなかったはずだ。何が原因で光っているのか確かに気になりますね。ああ、町に実害はないんだが、さすがにちょっと気になってね。お忙しいかとは思ったんだけど、
連絡させていただいたの。事情は分かりました。扉が破壊されたということは事件性があると見ていいだろう。早速様子を見てこよう。ええ、分かったわ。了解しました。興味深そうな事件だね。ありがとう。よろしくお願いするよ。ガンツ、皆さんのために道を開けておいてくれ。ああ、分かったぜ。そんじゃ先に行ってるから、準備が済んだら来てくれよな。よかった。本当に元気そうですね。ああ、君たちのおかげさ。ただまあ、ギャンブル好きは全然変わっていなくてね。相変わらず休みの日にはカジノですって帰ってくるよ。そうなんですか。ま、身を持ち崩さなければ問題はないと思いますけど。そうだ、旧鉱山というのは町を出てすぐのところなんですよね。ええ、少し下ってから北西に登った先にあるわ。何が原因かわからない。くれぐれも気をつけてくれ。一気に行くぞ。イエス。あたしの番だ。皆さんお疲れ様でした。ええ、こちらですね。これが破壊された扉か。確かに何かで断ち切られていますね。ああ、正直人間の力でできるとは思えないんだが。で、ここが旧鉱山の入り口だ。この光は、なんとも怪しげな雰囲気じゃないか。ヤバそうな魔獣もうろついているみたいだね。ああ、どうする、ロイド。場合によっては警備隊の方に連絡してもいいと思うけど。そうですね、捜索の手も増やせますし。いや、まずは俺たちで内部の様子を調べてみよう。手に負えそうになかったら警備隊に応援を要請する。分かったわ。了解しました。まあ、それなら準備は万全にした方が良さそうだね。ここを調べ始めたら他を回る余裕はなくなるだろう。どうする？
どうする。それじゃあガンツさん、ちょっと調べてくるのでここで待っていてください。ああ、気をつけろよ。危ないと思ったらすぐに戻ってくるんだぞ。これは確かにちょっと普通じゃないですね。地面や壁面がぼーっと光っているみたいだけど、それに何かしらこのよどんだ空気は、正気の類かもしれないね。これは上位属性が働いているかもしれないな。マジク、あなた、どうしてティオちゃんと同じようなことを？あの子ほどじゃないけど、結構霊感はある方でね。どうする？このまま奥を調べるのは結構ヤバそうな気がするけど。そうだな。でも、何かしら？この音は。いけない、皆さん下がってください。なんだ、一体何が。おい、あんたら大丈夫か。聞こえたら返事してくれ！ダメだ。声が届いてる様子がねえ。とにかく、みんなに知らせねえと。ガンツさん、聞こえますか？聞こえたら返事をしてください！ダメだ。完全に塞がったみたいだな。でも、どうしていきなり。崩落する直前、何か音がしてたみたいだけど。そういや、どうして君は崩落するのが分かったんだい？確かに火薬の匂いを感じて危険だと思ったんだけど。火薬？そういえばかすかに焦げ臭いような匂いがするね。でも火薬なんて最近では滅多に使われないはずだし、昔鉱山で使われていた葉っぱが爆発してしまったのかしら。いや、いくらなんでもこんな場所に残っていないだろう。爆薬を使ったトラップが発動したんだと思う。トラップ？でも確かにそうとしか思えないかも。なるほど、そうか。あのジジジというのは仕掛けの火花の音だったんだね。おそらく誰かが中に入ってから退路を断つための仕掛けだろう。ひょっとしたら近くに潜んで遠隔操作で爆破したかもしれない。でも誰がそんなことを。まさか入り口の扉を破壊した。ああ、その可能性は高そうだ。何者かは知らないけど完全にはめられたみたいだな。そんな、大丈夫ですよ。こういう時のためにエニグマがあるわけですし。これって多分動力波が届いていないアラートかも。密閉された場所だと届きにくいって
マニュアルに書いてあったわ。そうなんですか。やれやれ、そう都合よくはいかないか。仕方ない、こうなったら先へ進もう。もしかしたら別の出口が見つかるかもしれないし、下手にここに残っていたらまた爆破されるかもしれない。そうですね、遠隔操作の可能性もありますし。外にいたガンツさんが助けを呼んでくれているとは思うけれど、確かに犯人の狙いを考えると動いた方がいいかもしれないわね。やれやれ、とどまるは地獄、進むは苦難といったところか。君たちといるとほんと退屈しなくて済むな。その減らず口、今は心強いよ。補給はできない、とにかく力を合わせてなんとかこの場を切り抜けよう。ええ、いや、了解です。任せて。やれやれ。はい。行くぞ、みんな。あ。いい夢を。そこ。やれやれ、怖いもの知らずだな。任せてくれ。行くぞ。やれやれ。はい、よーし。
ましょう。そこ。よし、一気に行くぞ。いざ。行くよ。まあまあだったね。お疲れ様。そこ。やあ。みんなチャンスよ。リュウカン。やれやれ、怖いもの知らずだな。よし。さてと、任せて。よし。よし。そう。よし。甘いね。さてと、そこ。守りたい、このクロスベルを。ここで蹴りをつける。よし、一気に行くぞ。いざ。再任だ。発射。行くぞ。そう。今だわ。みんな。よし。上陸かしら。さすがですね。
任せてくれ。ステア、私の番ね。はい、さてと任せて。先に行かせてもらうよ。一気に落とすよ。リュウカ！そっか。俺の番だな。そう。任せて。バッと。リュウカ！はい。行くよ。はい。私のリュウカ。行くぞ。そこ。じゃあ、アディオス。いい夢を。よし、一気に行くぞ。いいさ。催眠弾発射。俺の番だな。エコ、サンダーだ。はい。やれやれ。ちょっと任せて。そこ。よし。や。俺の番だな。やれ。やれやれ。任せて。そこ。よし。やあ。よし。やあ。どこだ。さてと、バッと。そこ。はい。皆さん、お疲れ様でした。やあ。そこ。みんな、チャンスよ。リュウカ。今だ。上出来かな。ナイスファイト。やあ。みんな立て直すぞ。了解です。はい、行くぞ。さあ、とっとと終わらせよう。催眠弾発射。よし、やっ、私の番ね。今だ、未来。僕の番か。さてと、そこ、私の番ですね。任せてくれ。そう、行くよ。パーティーの始まりだ。私の番。任せてくれ。やめや。よし、そこ行くよ。やっ、はい、俺の罰か。あたし、やっ、やれちゃ。任せて。ごめんなさい、先に行くわね。まあ、当然の結果かな。よし、上出来だ。お疲れ様。やあ、しまった、立て直さないと。わかった、そこだ。私の番ね。今だ、次に。はい、
行くぞ。やれやれ。任せてくれ。なんだ、その程度かい。かかってきなよ。やれやれ。相手じゃないね。こうして見ると、この紫の光は植物のものみたいだな。苔にキノコが多いみたいだけど、どう考えてもただの鉱山跡とは思えないような場所ですよね。光る苔というのはどこかで聞いたことがあるわ。ゼムリアゴケという名前で薬にも使われるそうだけど。へえ、そんなものがあるのか。でも聞いていた色とは全然違うのよね。別の種類かもしれないわ。いや、ゼムリアゴケで合ってるよ。本来ゼムリアゴケは金色の光を放つんだけど、たまに七葉脈の影響を受けて色を変化させることがあるんだ。そうだったの。ちなみにキノコの方はホタルダケって種類だね。こちらは本来緑色の光を放つし、ここまで巨大化することはない。どうやら七葉脈の流れに何らかの異常があるみたいだね。七葉脈の流れの異常ということは、トラップを仕掛けた犯人とは関係なさそうだな。
入り口の扉が壊されたのは昨日。一日やそこらでこんな風に大量に繁殖するとは思えないし。まあそうだね。でも和治君すごく博識だね。どこで仕入れた知識なの？ああ、最近知り合った客に薬草とか詳しい人がいてさ、店で刺しつ刺されつしてる時にいろいろ教えてもらったってわけ。聞くんじゃなかった。はあ、そんなことだろうと思ったよ。いくらホストの仕事とはいえ未成年でお酒は感心しないわね。人聞きが悪いな。あくまでノンアルコールのカクテルなんだけど。本当かよ。やれやれ、怖いもの知らずだな。スペア任せて。僕の番か。ちょっと行きます。三人で発射。はい、ごめんなさい、先に行くわね。はっ僕の相手じゃないね。
よし、あたや僕のチャン、よし、任せろ。みんな大丈夫か。そこ一気に落とすの。そこ任せつけ。そこちょっと私から。俺の番だな。よー、この調子でいきましょう。ここは俺たちのターンだ。よし、さあ任せて。そこ行きます。そこ、あたら戦闘終了。警戒態勢に戻ります。よし、一気に行くぞ。いいぞ。その程度かい。ここは通らせてもらうわ。よっ、任せて。今だ、次だ。あたしの番ですね。行くよ。やっ、甘いね。よし、任せてこ。よし、もう大丈夫だ。やあ、みんなチャンスよ。リーダー、行くぞ。これで決まりだ。ライジングスター。よし、なんとかなったわね。行くぞ。やべ、任せて。はい、はい、再任だ。発射。え、よし、俺の番だな。やっ、さてと。やっ、はい、はらこれがみんなの力ですね。ここは俺たちのターンだ。再任だ。発射。さてと、今だ。任せてくれ。エディア、お返しよ。行くよ。私の番だ。みんな怪我はない？は、みんなチャンス。
って言うの。やれやれ、任せて。はい、そっか、任せて、任せて。僕の行きます。そっか、これで一安心ですね。はっ、よし、一気に行くぞ。いいさ、私の番ですね。催眠弾発射、チャンスだ。よし、いざ見た。よし、上出来だ。お疲れ様。ここは通らせてもらうわ。なんだ、その程度かい。はっ、行くぞ、みんな。ああ、はい、行くよ。ここは俺たちのターンだ。やれやれ。俺の番だな。
のターンだ。任せてくれエリア。よしバーストそこ、こんなところかしら。やっわかりやすやるよ。今全開いいね。やこの調子でいきましょう。一気に落とすよ。リュウカー、そう任せて。ああ、全力で行くわよ。今だ、前回だ。ああ、上出来かな。お疲れ。そこ奇襲成功、チャンスです。リュウカー、そう、よし行くよ。私どこ、なんとかなったわね。さあ始めましょう。ああ、よし全力で。行くよ。戻ります。ここは俺たちのターンだ。僕の番か。行くぞ。行くよ。やっせ。よし、やべ、あたしの番ですね。催眠弾発射、任せて。はい、守りたいこのクロスベル。時間の無駄だったな。